アカデミック・ロモノソフは、ロシアで建造された、水上原子力発電所、アカデミシアン・ロモノソフとも呼ばれる。ロシア科学アカデミー会員のミハイル・ロモノソフに、ちなんで名付けられている。アカデミック・ロモノソフは2007年4月15日に、セベロドビンスクのセブマシュ潜水艦造船所で建設が、始まった。祝賀行事には、ロシアの第一副首相であったセルゲイ・イワノフと、 ロスアトム社長のセルゲイ・キリエンコが出席した。もともとアカデミック・ロモノソフはセベロドビンスクとセブマシュに電力を供給する予定であったが2008年8月、ロシア政府はセブマシュからサンクトペテルブルクのバルチック造船所に建造の移動を承認した。1期目の原子炉は2009年5月、2期目は8月に納入された。 アカデミック・ロモノソフは2010年6月30日に浸水した。アカデミック・ロモノソフは、ロシアの極東カムチャッカ地方ビリュチンスクに展開される予定であったが、老朽化したビリビの原子力発電所の代替として、熟地自治管区ペベクに展開されることになった。2011年に突如として造船所の親会社が破綻し、それに連鎖して造船所も破綻したため、 再建者による差し押さえを予防する目的で、サンクトペテルブルクの裁判所に差し押さえられた。2013年の終わりに建造を終え、引き渡されることが期待されていたが、破産手続きの遅れなどにより、2016年9月の予定と報じられていた。2017年10月30日の時点では、2018年5月に、ムルマンスクに栄光して10月に、核燃料を増加した上で、 同年11月に運転開始が予定されていた。2018年4月28日にムルマンスクに栄光するため造船所を出発し、5月17日に到着した。原子炉への燃料増加は7月24日に始まり、10月2日に完了した。11月2日には2機の原子炉のうち1機が発臨海を達成した。 2019年6月27日には許認可を担当する連邦環境技術原子力監督局から10年間の運転認可が降りたことから8月下旬にペベクへの開港を行い同年末から試運転を始める予定と発表された開港は8月23日に始まり9月14日にペベクに到着した運転が始まれば 同地で稼働する鉱山などに電力及び熱を供給する予定である。2019年12月19日には送電網に同期し、電力の供給が始まった。2020年5月22日営業運転開始。熱供給は2020年に開始される見込みである。アカデミックロモノソフは、長さ144メートル、幅30メートルほどの船であり、 排水量が2万1500トンで69人の乗員を予定している。発電のために2機の回収型 KLT-40S を積んでおり、70メガワットの電力と300メガワットの熱を供給可能である。原子炉はアトムエネルゴプロムの子会社のオークブムアフリカントフによって設計され、同じくアトムエネルゴプロムの子会社のアトムエネルゴプロエクトのニジニノブゴロド。 研究開発所で製造された。原子炉容器はイジオルスキー・ザ・ボーディが製造した。蒸気タービン発電機はカルーガタービンプラントが提供した。対応期間は40年を想定している。4年おきに核燃料として低濃縮ウランを補給し、12年おきに使用済み核燃料の船外搬出が必要とされる。ありがとうございます。